ラブ神戸 TV をご覧の皆さん、こんにちは。本日じゃんじゃん放送しております、ラブ神戸 TV のリポーターのさとみです。今ですね、私こちらブラートブルスと来ております。はい、こちらはですねソーセージバルなんですけれども、ではではこちらのじゃーん、はーい、店長さんに、店長さんのしんのさんにこちらのお店の、はい、紹介していただきたいと思います。はい、こう見えて実は今緊張しておりますよね。緊張しますよね。はい。今ですね、あ、視聴者がどんどん増えてきまして、今10人ほど見てくださって、あ、13人増えました。すごい増えてますね。あの、もっと緊張してきすごい最高視聴率かもしれないです。ありがとうございます。皆さん、ではですね、こちらのお店の紹介をしていただきたいと思うんですけれども、はい、こちらどんなお店なんですか？はい、ドイツのコンクールで金メダルいただいたソーセージを元に、はい、世界各国のビール、はい、と一緒に楽しんでもらっています。じゃあどうですか皆さん、これ見えますかね。ソーセージといえばドイツですもんね。はい、ドイツのソーセージとこちらのビールが味わえるということで、はい、ね、じゃあこんな感じですね。あ、こちらがソーセージです。はい、美味しそうですね、これも。はい、盛り合わせ。はい、はい、ちなみにあのソーセージはですね、はい、ちょっと私あの普通に売ってるやつしか知らないんですけれども、はい、はい、あのこちらで一番人気のソーセージはどれになるんですか？一番人気が、はい、先ほども申し上げたここですね、この3つ。こちらがドイツのコンクールで金メダルいただいたやつです。はい、レモンドパセリ入れるんですか？はい、レモンパセリ。ノンスモークウインナー。はい、ウインナーのノンスモーク。これがパリッとしないタイプですね。はい、はい、がしっとりとしてる、はい、女性に人気のあるソーセージですね。はい、なるほど。あとは、粗挽きウインナー。はい。あとはフレーバー入りのバジルですとか、はい、ガーリック。なるほど。スペシャルブルーストってどういう意味なんですか？全部ついてますけど。はい、ドイツ語のソーセージ。あ、なるほど、はい、そういうことなんですね。はい、ちなみに店長さん、ドイツに行かれたことは？ないです。なるほど、はい、じゃあソーセージとの出会いは、このソーセージが全部自家製で作っていまして、はい、伊丹にある工場で全部自家製で作っておりますので、はい、はい、それを朝一仕入れてきまして、はい、こちらで販売しております。はい、痛みから仕入れた新鮮なソーセージということで、はい、はい、いろんなこちらでしか食べれない、ね、フレーバーがたくさんありますね。そうです。はい、なるほど、ありがとうございます。こちらちょっと店内も映してみましょうかね。店内こんな感じで奥にゾーンと長いんですけれども、はい、こちら何名様ぐらいまで入れるんですか？だいたい4、着席で40名ぐらいですね。はい、あ、なるほど。こちら前にカウンターがございます。こちらでね、ビールを飲んでいただきながらソーセージをね、はい、いいですね、ちょっとドイツの雰囲気。ん？なになに？あ、え、これなになに？ハッピーアワー。あ、はい、これ11時から18時まで、え、めっちゃ長いじゃないですか、7時間も。はい、料理が全て半額になってます。はい、あ、めっちゃお安いじゃないですか、すごい。そしてソーセージも半額。はい、なんとなんと、こちらのカルパッチョとか、一品料理も半額。そしてドリンクの方が、ドリンクはワインが180円です。ワイン180円、はい、やっております。やばいですね、缶ジュースよりちょっと高いぐらいでワインが飲めちゃうんですね。はい、なるほど。こちらあの、そうですね、あのこの時間帯でしたらなんかこうどんな方がいらっしゃるんですか？スーツ着たサラリーマンはじめ、はい、デート使いでも、はいはい、来てもらってます。サラリーマンの方終わるの早いですね。そう、羨ましい。仕事中かもですよね。はい、はい、そういうこともね、たまにはあるかもしれませんね。はい、はい、ありがとうございます。ではですね、こちら来週の月曜日にちょっと面白いイベントがあるというふうにお伺いしてるんですけども、はい、はい、そうなんです。20対20のコンパ、はい、はい、婚活よりも重くなくて、普通のコンパよりはちょっとイベントチックな、はい、はい、催しやってますので、はい、これが月に1回
商店でやってますんで、またよかったら皆さん来てください。はい、こちら あのコンパの名前なんていう名前でしたっけ。ブラートでコンパ、ブラコン、ブラコン、なんかちょっと怪しげなブラコン行きたくなってきましたね。はい、皆さん今見てらっしゃる方はもう申し込んだようなもんですよ。もう申し込みですからね。はい、よろしくお願いします。こちらでは、こちらの、コンパの情報などはこちらのブラートブルストさんの どこかに載ってますか。ホームページとか載ってますか。Facebook で、はい、はい、Facebook に載ってますので皆さん探してぜひぜひ応募してください。ありがとうございます。ではですね、あ、もうこれで5分経ちましたね。意外と、はい、意外と早かったですね。緊張は解けてきました。徐々に、はい、はい。今ちょっと時計かけたところでもうそろそろお時間なんですけれども、はい、こちらの、ですね、店舗の場所をちょっと説明していただいてよろしいですか。はい、簡単には JR 元町駅の真下、はい、はい、ウィンズ場内馬券場の斜め前ぐらいですね。はい、見えますか皆さん。ウィンズ場外馬券場、あれあっちかな。はい、あちらの方に見えます。でもすごい分かりやすい場所ですよね。パチンコ屋さんの目の前になります。はい、こちらのブラートブルストさん、皆さんぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。